こんにちは、ヨドの喫茶です。さあ、今日もロマンス実況やっていきます。よろしくお願いいたします。ですね、開幕戦からなんですけど、普通に前回の続きですね。今年の、開幕ローテーションこんな感じで組んでおります。去年ね、唯一というかね、まともなピッチングをしたこの二人に、そして、ちょっと光るものを見せた溝田と。で、安定のこの辺かなって感じと、希望を込めて藤木という感じですね。中継ぎはもう盤石です。去年のね、もう盤石の中継ぎに加え、佐々木千早さんが加わったんで、強いでしょう。で、マークガフ投手がね、さすがに衰えを隠せないんで、もしかしたら、クローザー皆川爆誕するかもしれないですね。そんな感じで、今シーズンのピッチャーはこんな感じ。で、野手に関しては、開幕スタメン、こちらから見ていただきましょう。出番プレイ。やっぱり丸山選手に期待しちゃうんですよね。で、七野と長岡選手。この辺は期待しているというか、去年から同じメンバーですね。で、糸原さん。そして、期待の長距離砲、鈴野と。糸原さんね、去年打ちまくったから今年も行っちゃおうかなって感じで起用しております。調子が上がらないようならね、太田選手なり、本山選手なり、竹岡選手なりね、セカンド争いでかなり今熱いんで、うかうかしてらんないですね。で、対左か。基本が内山選手で行って、対左の時に須山っていうような感じで、で、調子が良くないようであれば、ね、ノリノリで、去年、結果を残した西田選手、いつでも行けますよ、みたいな、そんな状態です。じゃあ、出番プレイなんだけど、誰の出番で行こうかな。誰で行こうか。やっぱり、先頭の丸山選手、見ていきましょうか。その、リアルスワローズの選手に注目していくっていうのは、初めての試みかな。ロマンス史上初めての試みかもしんない。で、あと、留学組はね、この時点で55日ってなってたんで、多分ゴールデンウィークあたりに帰ってくるんじゃないですかね。さーて、開幕戦。去年もね、開幕戦はね、良かったんだけどね。今年はね、しっかり、開幕戦で勢いつけて、その勢い、おーっと初球から打っていく、その姿勢が素晴らしい。オッケーオッケー。その積極性をね、大事にしてほしいと思う。でも点取ってるね。ちょっと待って、何が起きたんだい？丸山選手サードゴロの後、ツーアウトから、相手のエラーで長岡選手が出塁して、浜田選手いきなりホームラン打ってる。いや、うちの頼れる主砲ですね。いいな、今年もやってくれると期待しています。さて、追加点のチャンスですね。オッケーオッケー、いいよ。際どいとこはね、そんな手出していかなくていい。おっと、際どいとこ手出していったな。多分狙ってた球なんでしょうね。あのカウントから打つってことはね。いいよ、積極的にやっぱ振っていかないとね、ヒットって生まれないんでね。積極性素晴らしいと思います。さあ、またチャンスだ。ワンアウト二塁。須山が塁に出てる。いいね。さあ、で、開幕戦で一本出してほしいね。オッケーオッケー、いいよ、際どいとこしっかり見て。第3球。おっと、これは、行くんじゃ、ファルか。いや、オッケー、打ち直していこう。オッケーオッケー、いいよ。しっかりファールで粘って、ね。粘り打ちがやっぱ、丸山選手のいいところでもありますからね。オッケー、捉えたけど、ショート正面。仕方ない。そんな時もある。おっと、追加点、何が起きた？追加点何が起きたか見ていこう。誰が何をしたんだい？また浜田選手か。開幕戦で2発。うわ、すげえなぁ。いやぁ、年俸はわかんない。V すらエグ。そう、去年のね、冬はかなり厳しい契約更改で、ぶっちゃけ言うと、チーム愛かなり下がってたんですけど、そんな中でも活躍してくれるね。今年は年俸アップできたらいいね。ボタン押しちゃった。花火上がってたのに。いいや。
いやっしゃい、白星スタートでございます。いやいいね。まあヒーローは当然ね、2発打った浜田選手でしょう。さあこの勢いのまんまシーズン、今年もマクガフ投手がしっかりセーブを上げて、いやー素晴らしいね。ちょっと1番2番機能してなかったけど、まあそのうちね、まだまだね、最初の1試合だけですからね、こっから上がってくるんじゃないでしょうか。オッケーオッケー、いいねいいね。さあ今年はねアイテム開発もしてしっかりお金を稼いでいってね、年俸を上げられるように頑張っていきましょう。さあじゃあこのまんまスピードを上げて、わーっと浜田選手が通算100本、うちの主砲ですから点取ってるね。今年は点取れるぞと思いきや完封されたね。そしてオリックスからのトレード依頼が来て、ちょっと待って、元山選手が4週間、結構でかい怪我だぞこれ。何が起きた。肉離れ、肉が離れたか。肉が離れたか。でも能力的にはまあそんなかなり下がったってわけでもない。ここでどうしよう、絶好調だという奥村選手、もしくは、いやーでもな、竹岡選手も期待してんだよな。で深井は、深井もうちょっと多分ショートの練習が必要でしょう。2軍で去年ね、みっちり2軍で練習してたんだけど、まあ、今年ももうちょっと2軍でって感じかな。クリスも上げたいんだけどな。なんせちょっとうちの右の大砲候補がね、肩の音、去年ブレイク果たした立川を早速ホームラン打ってる、いいな。いますからね、その辺がね。さあ、交流戦あたり、まだちょっと糸原さんが怪我、まあ、二日なら、まあ、すぐ帰ってくるし、いいかなって感じで。オッケー、点取って、スーツのが怪我。まあ、でも二日ならまた、サードで出られるやつもいるし、あ、トレード依頼来てんね。ちょっと待って、じゃあ、トレード見てみようか。つっても、うちで今トレード出せる選手いないけどね。みんな、やっぱ必要な選手ですからね、うちにとってはね。さて、糸原さん人気だな、去年からな。でも、今年も3割クブ打ってるから、糸原さんやっぱいるんだよ、うちには。え、そんないいピッチャーくれるんだ。26歳、川岸。サークルチェンジとスローカーブがものすごく回って、すごくスタミナがあって、打たれ強い、メンタルの強い川岸。いやー、気になるけど、まあ。福留。はあ、マジで24歳のドメさんくれるの ?24 歳のドメさんか。あ、福留だ。トメさんだ。ドメさんじゃなかった、トメさんだ。いや、これかなり期待できるっしょ。背番号2番つけて今宮さんの後じゃん。そんないい選手くれるのか。中堅の遊撃手が欲しいと。どうなんだろう。奥村選手とかでもいいのか。でも奥村選手俺個人的にめちゃめちゃ好きなんで、どっかでね、開花しないかなと期待しているんですけれども。でもトメさんもいいな。トメさん欲しいな。左の長距離砲手を。いや、でもまあ、やっぱり、いや、待って、でも、宮本選手とか奥村選手とか、うちいてもそんな出番ねえもんな。トメさんとトレードしちゃうか。エラーするけど、トメさん。いや、でも外野で、トメさん取ってもな。トメさん、でもうちでそんな出場機会もないっしょ、外野なら。外野もね、今うち暑いですからね、レギュラー争いが。って感じなんで、今回のトレードは見送りましょう。金久保投手が、怪我、1週間ならまあって感じかな。とりあえず交流戦前まで見ていこう。まあまあ、ちょ、佐々木投手が怪我。1週間、中継ぎが1人いないのは痛いんで、どうしようかな、中継ぎ見たい。近藤投手とか、あれ、コントロールがすごくいいな。中込め、あ、ちょ、中込みだって、中込みも期待してんだけど、そして柴田投手もそう。
チャンス欲しいもんな。どうしよう。ここはやっぱ近藤投手を上げていきましょう。そして、皆川。マクガフ投手がいっぱい、まあそこまだそんなイニングがないからね。さあ、じゃあ、また、飛ばして、点取れたり取れなかったりだなぁ。で、早くも7ゲーム差。どうなんだろう。あ、でも、連勝してる。オッケーオッケー。いいぞ。連勝してるけど、ゲーム差は縮まる。あ、連敗してる。あ、勝った。まあまあ、あ、元山選手が帰ってくる。そして、じゃあ、ここらでアイテム開発に着手しようか。あ、ショップアイテムじゃね。さて、メガホン。いや、メガホンはまだその時じゃないでしょ。浜田選手タオル。浜田選手サイン入りバット。長岡選手ハンカチ。これを開発しよう。で、8644ね、今。からお金を使って、さあ、増えたらいいなって感じで。さあ、頼むぜ、調子を上げて、いっぱい打ってくれ。寺島選手がまだ成長している。まだチャンスはある。で、ここら辺まで。あれ？待って。普通にあるか。1、2、3。日数足りないかな、結果出るまで。あ、ちょっと待って、全然点取れてないぞ。あ、でも、うちは、須山がいなくなっちゃう。須山いなくなっちゃうな。1週間、まあ、しっかり休んでもらって。やっぱ、1週間キャッチャー2人体制はしんどいからね。ここは、どうだろう、古賀選手かな。第3捕手で古賀選手。松本選手もね、衰えが来てるっていうのは、まあ、おそらく前回、動画の最後で話したと思うんですけども。あんまり点取れてねえな。さあ、お金増えてるかな。ゲーム差は 8.5 ゲーム差。まあまあ粘ってる感じがする。6844、ダメでした。ダメでしたわね。まあ、かなり飛ばして。ああ、やっぱその点取れた。あ、浜田選手が怪我だと。待って、これは痛い。主砲の離脱は痛いわ。何が起きた？何が起きたんだい？怪我情報。肉離れ。くー、手法が離脱すんのは痛いけど、その間に、うわ、もうここまでで14発打ってる。めちゃめちゃ打ってんじゃん。マジか、手法の離脱は痛いけど、どうしよう。キブレハン、手法の穴を埋めてくれるか、キブレハン。キブレハンじゃねえな。いや、でもこうなったら立川を使っていこう。ホームラン2発、ソロ2発打ってる立川をレフトで使っていくんで、どうしようかな。バックアップが欲しい宮本選手とかか。代打枠で肩のが、うわ、肩の全然当たってねえな。まだ調整中はいないね。オッケー。そしたらどうすっかな。浜田選手に代わって、どうしよう。元山選手帰ってくるね。元山選手帰ってくるけど、竹岡選手当たってる。待って、まあ、先に浜田選手の交代を考えよう。外野が欲しい。外野が欲しいんだけど、外野どうしようかな。あとを言っとくか。あとを上げとこう。久しぶり、あと一軍にようこそって感じで。で、交流戦まで見ていきましょう。あ、須山が帰ってきた。お帰り、須山でも交流戦あたりから帰ってきなさい。まだちょっと二軍、あ、ちょっと包んのが2週間だと。待って、今年呪わ、あー、機材も壊れるし。ちょっと待って、今年は、ひどいな。かなり呪われてる気がする。
やっぱあれかな、ちょっと年俸を下げすぎたからみんな、うおっ、ちょっと鈴野のアキレス腱が繋がってるからセーフ。痛いだけ、痛いだけだからセーフ。能力は下がったりしてるかな。どう鈴野。あ、ちょっと痛いから総力が微妙に下がりましたみたいな、そんな感じか。サードのレギュラーがいなくなったな。こんな状態でチームを救ってくれるのは、不快かな。やっぱり不快なのかな。不快でもまだショートの練習中だからな。元山選手を上げておこう。お、帰ってきた。留学から帰ってきたぞ。さあ、交流戦が始まる。そして、ゴールデンウィークあたりつったけど、もうがっつり下旬ですね。さあ、じゃあ、まず、成績を見つつ、留学から帰ってきた選手らを楽しみに。木沢さん。あ、山下投手いいね。5勝2敗勝ち越してる。あ、で、ナチュラルシュート覚えてるね。秋吉投手から教わってたんです、ナチュラルシュート。みぞた。0勝5敗か、みぞた。サイスニード投手は勝ち越してる。今年いけるんと違うか。金久保投手ひどいな。1勝4敗で、防御率8点台。藤木まあまあ頑張ってる。皆川は、まあ、登板機会が少ねえのかな。まあ、中継ぎやっぱいい人はいいな。ああ、素晴らしい。8セーブ4ホールドポイント、マクガフ投手やっぱすげえな。で、広橋、これはもうエース級の能力じゃないか。いいな、2年目のジンクスを。まあ、もう3年目だけど。これは期待したいんで、どうしよう。藤木、調整中、そんな悪くねえけどな。まあ、じゃあ調整してもらって、みぞたこそ調整がいるんじゃねえか、これ、0勝5敗は。どうしようかな、原樹里さんか。毎年ちょこっとだけ出て、微妙な感じで活躍して帰っていく原樹里さんか。坂井もね、今年見てみてんだけどな、どうしよう。ああ、どうしよう。楽しみな選手が多すぎて、困っちゃうね。やっぱり原樹里さんかな、ここはな。木沢投手は調整開けたんで、こっからやってくれると信じたい。まあでもエース山下投手にしとこうが。で、こんな感じで、こんな、待って、金久保投手。この金久保投手も変わろう。横倉か。横倉なのか。いや、坂井行こう。久々の坂井一軍行こう。これで、あと、野手はどうだ？須山が帰ってくるんで、そうね、この守備力捨てがたいけどな。で、片野が、あ、待って、そう、調子が悪くて調整が必要な選手はいない。みんな調子がいいんだね。さて、そしたら、いやでも1割5分で調子がいいですって言い張る片野もどうかと思う。クリス言っとくか。糸原さん3割近く打ってる。これはセカンドレギュラー。フィギスが2割7分8厘で5本。いいね。竹岡選手当たってる。太田選手はまあ微妙だけどホームラン打ってるからよし。長岡選手が2割4分。いやでも打ってるんじゃない？本山選手まあまだ2割。立川がソロホームラン3発打ってる。七野がまあ2割3分か、出塁率どうかなってとこ、丸山選手は2割8分近く打ってるからよし。よし、交流戦はこんな感じで行きましょう。DH ありだとまあこんな感じで、左の時は、須山がキャッチャーと。で、DH ない時はこんな感じで、こんな感じで行きましょう。竹岡選手当たってるからね、上位打線に置きたい。さあ、これで、じゃあ、交流を目指そう。交流上手になれ。おっしゃ、勝った、引き分けだ。すげえ大敗してる。待って、中ゴミがノリノリ。ノリノリ中ゴミ使っていきたい。杉山選手がノリノリ。この辺使っていきたいな。まあ、そろそろね、中継ぎの疲労も溜まってる選手がいるでしょうから。
うん、近藤投手とかね。なんでそこでノリノリの中込み、なんか歴史で出てきそうね、ノリノリの中込み。で、梅野投手も、いやーいいな、1.72。調整が、あ、唐川さん調整が必要。唐川さん調整が必要なら、ちょっと一旦2軍で調整してもらおう。こんな感じでいこう。ノリノリの中込とノリノリの杉山投手とで。待て、佐々木千早さん帰ってこれるじゃんかよ。どうしようかな。そしたら、皆川でも調整開けたんで、やってくれるでしょう。近藤投手と入れ替えようか。これでいこう。さあ、行くぜ。おっと。待て、守備走塁コーチ。あ、ちょ、小沢投手がノリノリ。ちょっと情報量多いな。まず、古田コーチが帰ってきた。から練習設定。まあ、これは裏でいいか。小沢投手がノリノリっつってんだな。あー、ノリノリだな。調整が必要な人、いない。どうする？中継ぎももうでも枠パンパンやぞ。一勝いっぱい原印さん、オッケー。栄もまあ 4.5 どうかな。広橋 5.4 どうかな。どうなんだろう。広橋ちょっとなんかお腹が痛いらしいんで、下がるか？まだ時差ボケがあんのかな？留学から帰ってきたばっかだしな。なるほどな。そういうこともあるな。どんまい広橋。鈴野が帰ってくるけど、まあまあ終わるぐらいまでちょっと、ゆっくり調整してくれ。フィーギスが帰っ、ん？待って、え？待って、フィギス怪我してた？どのタイミングで怪我したんだ？俺知らんかったぞ。あ、浜田選手が帰ってくる。帰ってくるけど、もう交流戦終わりぐらいまで見よう。オッケー、大量点。あー、完封負け。待って、深江、疲労が溜まりやすい。深江、二軍にいるのにお前。二軍で疲労溜めてたのか、深江。そしたら、現時点でどんな感じだい？小沢投手素晴らしい。で、ノリノリで点取られている。まだ登板がないのかな、中込。あと誰が帰ってくるんだろうか。まあ、現状ピッチャーはこれで大丈夫か？え？大丈夫？待って、清水投手帰ってこれる。あ、清水投手じゃねえや。唐川さんが帰ってくるんじゃねえか。調整は開けたね。調整開けたけどどう？誰か入れ替えたい選手。ああ、でもなんか、皆川か。皆川と交代するか。皆川もな、期待してるんだけどな。塩谷が帰ってきてる。そうだ。塩谷の能力見てなかったね、帰ってきてから。でも、留学して打力はあんまり上がってないね。守備がすげえ伸びてる。で、足がちょっと速くなったとか。よし、塩谷も期待したいとこだけど、山崎選手2割7分打ってるもんな。調子がいいんですって言うならまあ別に、焦って塩谷を1軍で使う必要はないか。OK、じゃあこんな感じで行こう。長岡選手がね、調子が上がんないみたいなんで、まあ下位で気軽に、気楽に打席に立ってもらって、それで、また、リーグ戦再開していこう。ああ、いきなり負けてる。ああ、連敗してる。ああ、連敗が止まらないわ。ああ、久々に勝った。シチノが疲れが溜まりやすい。中込みの能力が判明した。まあ、もうちょっと見よう。で、鮫島の能力が判明した。そして、長岡選手が帰ってきた。まあ、すげえ負けてる。やべえ。ボロボロだ。なぜだ。そして立川も疲労が溜まりやすいらしい。ちょっと待って。疲労溜まりやすいやつ多くない？なんで急にそんなみんな、急にそんな老けたの？あ、シチノ疲労溜まりにくいんだ。なんだ、シチノ元気な方か。
ああ、よかったよかった。なんかみんな疲労溜まりやすいんかと思ったけど、そういうわけではないのね。なるほど、なるほど。さあ、勝たんな。じゃあ、そろそろもう一回アイテム開発に着手しよう。そろそろまあ開発できるアイテム増えてるっしょ。立川行くか。いや、まあ、浜田選手安定でしょ。浜田選手、あ、待って、野手活躍してない。大変だ、フィギス。浜田選手、フィギス。そして立川。これで行こう。これで、一週間ぐらい見ていこう。あ、トレードエラーが出てる。待って、小沢投手が覚醒した。そして、なんかいろいろ合ってる。なんかいろいろ合ってるけど、あ、え、待って、中込みのノリノリ、終わっちゃった。中込みのノリノリが。いやー、いろんなことがありましたね。いろんなことがあったといえば、このシーズン始まる前に、世界大会あったんですよ。日本準優勝でしたね。まあ、うちはあんまり関係ないんで、何も触れなかったけど。あ、中込みのノリノリいいじゃん。防御率 1.54。で、杉山投手は、あんまり出番ないまま終わっちゃった感じかな。で、小沢と、すーげー伸びてる。覚醒した男。いや、覚醒してますね。変化球もうちょい伸びて欲しかったな。もうちょいっていうか何かしらかな。これはでも、ローテーションでもいいし、中継ぎでもいいよな。緊急登板丸とか持ってるしな。じゃあ一旦帰りましょう。誰だ？渡辺投手。31歳。これはもうノリノリなんでね、ここでノリノリしてもらって。梅野投手はもともと一軍だけど、そこでノリノリしちゃったね。山田投手も、もう年齢が結構35なんですけど、ここからもう一花咲かせるノリ。そうするノリって感じで、ちょっと一軍に乗り込んでいきましょうかね。でも中込みもこのまま使いてえな。調子いいもんな。どうしよう。でもノリノリ使いたいしな。唐川さんも結果残してるし、マクガフ投手も調整中か。マクガフ投手調整中ならどうしよう。誰か抑えもいけるノリみたいな。いけるノリ。梅野投手が、俺、抑えもいけるノリよって言ってるんで、梅野投手抑えていきましょう。あとは、先発結構安定してきてる。安定してきてるけど、木澤さんあんまり改善が見られないかな。3勝10敗。いつぞやの負け運がそのまんまって感じですね。違うよ。能力判明したんだからみんな見ようよ。まずは、まず、中込みのノリノリ。まあ、期待度、あれ？スライダーフォーク2だったっけ？ 3 じゃなかったっけ？こんなもんか。まあ、クイックは得意ですよ、と。いうのが、中込みのノリノリね。あとは、サメ島。ああ、まあ、期待通り、スロースターター持ってるね。うん、まあ、期待通り、スタミナ高いね。高卒でこれは、ああ、期待できる。サメ島期待できる。そして、町田。町田、思ったよりも、スライダーが切れる。あ、違う、入団前だ。スライダーが切れるね、思ったより。2段階だったはず。うん。あー、なるほど、なるほど。思ったよりだいぶいいね、町田くん。クイックが得意な町田くん。クイック得意なのは前評判通りですね。で、切れた。フォークが、やっぱ、評判通り切れるね。まあ、それぐらいか。奪三振持ってんのは嬉しい。それじゃあ、ノリノリの選手らを携え、オールスターまで早送っていきましょう。おー、久しぶりに勝った気がする。そして、糸原さんがスランプ。
なんてこった。で、オールスターなんだけど、まあ、うちから誰か出てるかな。長岡選手とか出てるかな。まあでもそんないないだろうから、とりあえず飛ばして。あ、そう、トレード依頼が来てる。トレード依頼もそうだけど、最後はやっぱ、前半戦の成績見て終わりたいですね。まあ、とりあえずじゃあトレード依頼を。もういつも間違えるな。トレード依頼を確認しましょう。楽天から、片野が欲しい。片野はやらん。ちなみに、まぶちくんは？あ、まぶちくんいいな。まぶちくんいいけど、片野はやらんぞ。うちの貴重な大砲候補なんだ。そしたら前半戦の成績を見て、終わりにいたしましょうかね。さーて。お、打撃と走塁がちょびっと評価されてるね。じゃあまず投手から。サイスニードさんと山下投手、木澤投手が来て乗ってるね。6勝6敗、ああ、いい、いい、ああ、負け運、ああ、負け運。ああ、負け運。あ、サイスニードさん完封してる。クオリティスタート、いや、みんなピッチャー、みんな、なんでもっと勝てないんだって感じですね。ちなみに、あら、皆川、皆川ひどいなぁ。皆川先発かわいそうになぁ、このみぞたとかなぁ。能力いいんだけどなぁ、どうしたんだろうなぁ、みぞた。何がいけないのかなぁ。日頃の行いが良くないとこなのかなぁ。中継ぎ陣はすごいなぁ、盤石、もう。で、中込と梅野投手が入ったことによって、さらに硬くなった。小沢さん最高です。ありがとうございます。もう、先発の柱ですね。原樹里さんも、やっぱ使えばいいんだよな。使えば、いいピッチングするんだよな、原樹里さん。完封もしてる。やっぱ原樹里さんだよな。あー、いいね、いいね。まあ、勝ってる。マクガフ投手も頑張ってる。いいなぁ。5敗ってのがまあ気になるけどね。で、チーム内首位打者はフィギス。糸原さんも打ってるね、やっぱね。この辺もスタメンがほぼほぼ、あれか、規定乗ってる感じかな。ホームランは、ああ、いいね、いいね。立川はソロホームランしか打たない男だったけど、打点もちゃんと上げてる。もう打率はすごい。すごい低い。鈴野もまあホームラン打ってるね。いや、なんか打てる選手が結構出てきてる。嬉しい。で、打点もまあ去年と同じ感じに落ち着くかな。あ、でも得点圏打率、浜田選手去年よりだいぶいいんじゃない？で、あとは、盗塁とか、丸山選手めちゃめちゃ走ってる。めちゃめちゃ走ってる。いいな、これ。土野もまあまあ、いや、成功率、渋いな。ああ、頑張っているんじゃない？今年はみんなね。内山選手が、うわ、阻止率4割すごいわ。すごいけど、一つがそもそも結構多くない？いやあ、まあでも、みんな頑張っておる。須山、もうちょっと、須山頑張ってほしいな。うん。こんなところか。じゃあ、シーズン前半は、24ゲーム差ということで、あんまり改善してないけど、点は取れるようになってる気がするんだよな。まあ、もう一息といったところでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ次回またご覧ください。それでは、失礼いたします。